はい、よろししくお願いします、えー、とすいませんあの、本当に素晴らしいあの発表の後で、えー、資料とかもないんですが、僕は本当経験なんということで、えー、お話しさせていただけるとあ,のありがたいなと思っております。えー、と今、僕はあの横浜市立の、えー、と中学校で特別支援学級の担任をしながら、えーとまあ、柔道部の顧問ということで、えー、させてもらっているんですが、えーと、最初に自分が初任の時ですね、一番最初にあの赴任したのが、 えー、横浜市の肢体不自由の、えー、学校だったんですね、えー、重度重複のお子さんが多くて、えー、まあ、基本はやはり脳性麻痺のあの方が多かったなというふうに思っていますで、本当先ほど堀井先生たちからも話があったようにいろんな実態の子どもたちがいて でえーとまあ、本当にそこでその生徒のそれぞれの、えー、まあ課題であるとか特徴の中でやっていくということだとその運動療法が必要なんですけれども、えー、か,なかなり体を動かすということに専門的な知識が必要になってくるということで大体行われるのは、まあえー、あんまりこう刺激をしないとか。 えー、まああのえっ、ー、と球技をやってもあのボッチャっていう、えーまあ、競技であるとかボーリングであるとか体を大きく動かすっていうのはやはりちょっとリスクが高いので敬遠、えー、されるあの教育現場の中では当時敬遠されるような動きがあったんですねなんですけどやはりコミュニケーションを自立活動の中で解決していくっていうかっていうところの中で、えーまあ、あの自分が柔道をやってたってこともあってえっ、ー、と柔道を使って でえーまあ、当然安全性にはあの気をつけながら子供たちと、えー、やっていくというところで、えー、と,とても良かったとっいうあのことがありました、まあ。もう本当に柔道着を着る、で柔道重複の子だったので受け身というかこう体を、えー、姿勢を変えるというだけでも、えー、と,とてもそれが、まあ、新鮮な状態とかっていうのがあったんですね。えー、なので あとはまああの無理なくえまあ発達段階的には年齢よりもちょっとこう幼い子とかもいたりとかしたので無理なくあのスキンシップが取れるっていうのも授業やっていてすごく良かったところで,でえっともちろんその子に対してあのその子の状態に,かに対してこちらも合わせながらえまあ,あの 事業や技、状態を組んでいくっていうところもあって、えー、と相,手を相手に対してこうよく考えるみたいな、こちら側の学びもあったりとかして、あのー、本当に、えー、と終わった後は子どもたちの笑顔が違うんですね、やっぱ腫れ物を触られるような、あのー、のが嫌であ、嫌でっていうか、まあ、そういう扱いだけじゃなくて、 えー、本当にあの体はなかなか動かないんだけど、えー、表現がしたいっていう子どもたちもたくさんいたのでそういう子たちにとって、まあ、柔道のようなあの形の、えー、と動きや、えー、または柔道を利用した、えー、コミュニケーションやスキンシップっていうのはとてもあの授業の中で、えー、うまくいったなっていう自分の経験があったりとかしてで、まあ、これは今度今後の話にもなるんですけども自分が。 えっと、柔道部の顧問になった時に、まあ、脳性麻痺だけではなくて、まあ、いろんな、えっと、知的障害の子や自閉症の子たちもいたんですけれども、えー、その中でその脳性麻痺の子たちとあのやってきたあ経験がすごくあの今の指導の中にも生きてるっていうところが自分の経験の中では。 えー、あったとてもそういう意味ではあの脳性麻痺の子どもたちと、えー、付き合えたことで、えー、柔道をより深く考えることができたっていうこともありましたし、えー、さらには、えー、と相手に合わせて、えーまあ、柔道の,あの部分を しっかり伝えるためにいろいろ形を変えたりとかもしながらもそこを伝えていくっていうことができたかななんていうふうに思っていますとても自分にとってはいい機会になったのでほんとに障害でできないということだけじゃなくて一緒に考えてやっていくっていう経験をさせてもらったいい機会になったななんていうふうに自分は思っています。 すみません、短いんですけれども、これで、えー、自分の発表会は以上です。ありがとうございました。